こんにちは、ズイフさんです。今日はね、田原かな子さん、田原俊彦さんのね、娘さんですね、をやってみたいと思います。前にもね、やったんですけどね、また改めてね、見てみたいと思います。で、出した瞬間ね、物音を徹底的にね、やろうと、そういう決意なんだなということがね、言えますね。物事にその徹底する、どんな手を使ってでもね、その自分のね、目的、目標、そういったものをね、達成させるというね、運勢です。時にはね、敵を作りますけどね、それもね、もう跳ねのけて、進んでいくっていうね、方多いですよね。ですからやっぱり学術書とかね、そういうのを見るとね、何か憑依された魂とかね、なんかそんなようなね、表現、憑依されたみたいなね、懲りないなんとかとかね、懲りない面々みたいなね、そんなようなね、感じを受けます。で、どんな手を使ってもっていうのはね、時にはその相手を陥れてもとかね、そういうようなことにもなりますんで、やっぱりね、そこにはその注意したいっていう運勢ですけどね。このハードと、まあ、ラーメンで言うと大辛みたいなね、運勢で、中辛ぐらいだとね、わかんないように水面下でこうやってるんですけども、この方大辛なんでね、かなり過激な感じでその見えるということですよね。ですからね、これを自分でその演じるのか、その要するにこう旦那さんはその何かに徹底してね、もう芸のためなら女房も泣かす、それがどうした文句があるかみたいなね、そういう方をね、こう選ぶかっていうね、ことなんですよね。で、実はそのトシちゃんから学んでることなんですよね。で、トシちゃんもその一時その干されていた時ありますから、人生のね、一度や二度、その干されるとかね、スポイルされるとかね、そういうような時期っていうのがこうあったりします。最近ではね、その東出さんですよね。東出さんがこういうような感じなんで、ああ、一回はね、どん底に突き落とされるんだなっていうね、そういうようなね、感じですけど、またね、その、コンフィデンスマン JP でね、復活してきてるという、あ、やはりね、復活力あるんだなっていうね、ことは思うわけですよね。ですから、劇的ですよね、その見てますとね、こういう方ってね。で、まあ女性がその例えば自分ではやらない場合は、ご主人に全てをね、託すということでね、何かね、その頑固な職人さんとかね、美味しいラーメンを作る人とかね、そういう方とのその結婚はやっぱりその多いですよね。ですから、もちろんそういうような方との結婚っていうね、ことは考えられますし、それで女性としてはね、非常に硬いです。ガード硬いです。ね。で、トシちゃんが、もう前面にね、立ちはだかります。ね。その上ね、この方は、まあ、非常に奥手ということでね、こういうね、かなこさんを口説きたいならね、名刺出しなさいって そう言いたいですね。名刺を出して、どこどこでこういうもんですっていう、そういうようなことをね、確かめないと交際しないというね、傾向がありますから、給料明細も、もうついでに見せなさいと、ね、いうことなんですよね。ですから、まあ、確実性ということです。でね、実はね、その女優として、歌手として、非常に
遅咲きなんですね。遅咲きでこうブレイクして、そして長く続けるということが特徴ですので、これからがね、非常に楽しみな、運勢であると思います。で、まあ妻としてはどうなんだということですけども、妻としてはね、もうまっさらなキャンパスです。ですから、フジモンさんとその木下ゆきなさん、全くその、求めているものがやっぱ違いました。ね。フジモンさんはね、もうほわっとしたね、もう、掃除なんかしなくてもね、死なないんだわ、みたいなね、まあ幸せみたいなね、そういうようなね、方を望んでいたのに対し、ゆきなさんの方はね、もう肝っ玉母ちゃん、パワフルお母ちゃん、ね、ですんでね、大阪のおばちゃんみたいなね、そういうようなね、元気なお母さんなんですね。ですから、その、フジモンさんの求めてるものと、ゆきなさんはこうだ、自分はもう、これもう抑えられないんでね、抑えられないもう自然の、もう行動なんでね、ですので、そういうところをね、直せって言われても直せるもんではありませんのでね、そういう面で言うとね、かなこさんというのはどちらの要求も求められるということですね。ですから、まあフリーということですよね。ですからね、亀田兄弟みたいなね。亀田兄弟というのはその、お母さんいませんのでね。お父さんが実際育てています。そのおかげで、女性原理というね、こうです、みたいな、このように育てられました、みたいなのあるんですけど、ないんです。ね。もう、つまり真っ白なキャンパス。ですから、どんな女性とね、結婚してもね、その、癖ってあるんですけどね。どれにも対応できるってことですよね。ですからそういう面で言うとね、相手の求めるその奥さん像、まあどういう奥さんであれね、受け入れることはできるということですよね。ですので、まあ非常に明るい、ねやかな方ですよね。ねやかな方で、非常に家ではね、天真爛漫と、お笑いとかが好きなのかな、これで言いますとね、そんな感じはします。ですのでね、非常に妻としても結婚するにしてもね、そういうことがありますし、まあ旦那さんはやっぱり権力者っていう可能性もありますよね。権力者で何かに徹底する、ラーメンの鬼佐野みたいなね、そういうようなご主人像なんでね、そういう方だったらまあ投影できるんではないかなと思います。自分がやるんだったら、その物事を徹底的にこう突き詰めてやるっていうことですよね。で、しかも遅咲きなんでね、それはね。ですから、これからそれを発揮するということが言えるんではないかと思います。ね。ですんでね、まあまた、出生時間分かりましたらね、やってみたいと思うんですけどね。一応12時で出しておりますのでね、また分かりましたら、やってみたいと思います。それでは今日はこの辺で。さよなら。